俺の名前は肝沢キネイマル。この春から名門慶応大学に通っている大学生だ。俺のキャンパスライフは充実している。今日は合コンがある。俺の魅力で女たちをメロメロにしてやるぜ。今日も惨敗だった。畜生、俺の何がいけないんだよ。名門慶応大生だぞ。俺は将来の有望株だぞ。あ、これからどうしよう。あ、さっき合コンで一緒だった子だ。で、さっきのデブ、しかもあざくさえ。なんですか。一緒に二次会に行きませんか。嫌です。だってあなたデブだし、私デブは生理的に無理なんです。デブだから、デブだから、俺はデブだからモテないのか。畜生、バカにしやがって。デブがそんなに悪いのか。絶対に痩せてやる。そして、細マッチョになってやる。じゃあ、デブよ。しかもダサい。デブって醜いよね。あら、臭いし暑苦しいしだらしないよね。デブ、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 バカにしやがって。1ヶ月後。ダメだ、ちっとも痩せない。やっぱり俺はただのキモデブなのか。ああ、俺の人生終わった。俺が付き合えるのは脂肪だけなのか。おい、キネイマル、久しぶりだな。お前なんだその体は。お前相変わらずデブっ子だな。ほっとけよ、お前どうしてそんな体になったんだ。今は大のダイエットサプリを試したんだよ。ダイエットサプリ知らないのか。あの最強の男クマモモケンが監修したサプリ、みるみる痩せるだ。そんなサプリがあるのか。騙されたと思って試してみろよ。余っているから分けてやるよ。本当にこんなので痩せられるのか。でも現実にあいつは痩せてマッチョになったんだ。飲んでみるか。次の日。やったー、痩せちゃったぞー。夢の細マッチョだー。うぐ、なんか体が燃えるぞ。